どうもこんにちは、おじゃんです。今日はですね、体が痛くてやばいです。話をしたいと思います。はい、というわけでですね、何日か前からまあちょっとね、まあ、この体をしてますから、基本的にまあ不具合は常にあるもう常に不具合はあるんですけども、まあベースになってるのが腰と、あとなんだろう、腰ぐらいか、でも、まあまあっていうところで、まあガタはずっと来てるんですけども、最近ね、やっぱり多い年もありまして、ちょっとね、体がところどころおかしくなると。多分去年の今頃で言うと、左膝が痛くなって、なんか結局整形外科だっけ、整形外科行って薬もらって治ったのか、たまたま薬でじゃなくてたまたま治ったのか、薬で治ったのかよくわからないですけど、まあ、一応は完結と。で、その前、結構前になっちゃうけど、なんか一応ね、心臓の意味のない、開頭手術みたいなの受けたし、開頭じゃねえのかな、あれ。メス入れてねえのかな、わかんないけど。まあ、あれ一番なかったな、入院とかもめちゃくちゃ金かかってさ、結果何もなかったからね。ほんと破って怖え。まあいいや。そんな感じでガタがある中、最近出てきたガタがですね、座ってると、左臀部から、左膝が痛くなる。ちょっとわかりづらいんですけど、立ってる時はね、あんまり問題がないんですけど、座ってる時、で座って、こう、ちょっと立った時に、要は左の臀部、まあ、ケツが痛くなるんです。要はさ、めちゃくちゃ座ってるとケツ痛くなるっていうのあるじゃない。あれがめちゃくちゃ時間短いのよ、俺の場合。で、まあもちろんね、普通の人より圧倒的に体重多いから短いって言われたらそれまでなんだけど、でもさすがにちょっと前、それより前まで、そういう現象起こる前までは、全然、その最近起こってる頻度というか時間よりも圧倒的に長く座れてたっていうのを考えると、やっぱ明らかにちょっと尋常じゃないかなっていう、この痛くなり方。どういう時はもうすぐ痛くなるの、痛い痛い痛いみたいな。ほんと座って5分ぐらいでもうなんかあーあーってなる、体ずらしたくなるみたいな。調子いい時は逆に多分あんまり起こんないんですけど、やっぱこのケツの痛みの痛くなり方が早い。それに伴ってかね、ちょっとよくわかんないんだけど、左膝も痛いというかね、痛いというか、まあ痛いのかな、なんか痺れてるような気もするし、痛い時もあるし、なんか刺激されるのよ。その座ってる時、これも一緒なのよ。要は座ってて左の臀部が痛くなったなーつって、もしくは痛くならない時も、なんかね、こう左の膝に、何かこう違和感というか、痺れ、痛みみたいなのを感じるっていうことがすげえ増えたのよ、ここ1ヶ月もうちょっとかな、なんかね、すげえ感じる、っていうところで、結構ね、死活問題だってマジでね、ひどい時はほんと10分もか、無理かな、5分ぐらいかな、でもちょっと座ってらんねえみたいなこともあるし、なんか左の膝に来てんのが嫌なんだよね。ケツだけだったらまだしもみたいな。だからちょっとね、これはやばいなっていうお話ですね。もしかしたらちょっとやばい。まあでも病気かどうかって言われると難しいとこだけど、と思うんだよね。やっぱ病気系ではない気はするんだよね。感覚的に内臓から来てるじゃないから、完全にその外傷というか物理的に痛いのよね。で座った時ちょっと長時間でもねえけど、座った時に起こるみたいな感じなんで、立ってる時は何でもないんだよね。ただまあちょっと考えられるのは、もともと腰がダメだってさっき話したと思うんだけど、腰自体は最近そんなに悪いなって思ってなかったんだけど、実際そこってやっぱ腰からこう繋がってそうじゃないですか。腰からケツ、左膝ってやっぱりこう連動してるから、やっぱ腰のその慢性的なあれがそこに来てんのかな。それの痛みが腰には来なくて、今回ケツと
膝に来たのかなって、特に座ってるとやっぱりね、座ってると体重当然かかるから、かかるっていうのもおかしいけど、やっぱそれで来てるのかなっていうところで、ちょっとね、怖いです。怖く感じてます。はい。それと関係ないかどうか、関係あるかわかんないけど、なんかね、痺れ。これも、まあ、なんだろう。これは立ってても座っててもなんだけど、こう携帯見てかがんでるみたいな、多分こんな状態、うん、もうちょっとかがんでると思うんだけど、その時のに、結構すぐ痺れるみたいな、多分両手だと思うんだけど、あんまりこっちでスマホやんねえからな、右はちょっと保証できない。左はね、なんかすぐ痺れるみたいな。そうそう。これは、多分また別の。普通の人より多分すぐ痺れてると思うんで、これもちょっと怖いな。怖いって言ってもまあ、多分これも外傷系だとは思うんだけど、なんでもしかするとね、ちょっとヘルニア的な、その辺から発症してる、どっちもね、まあその痺れしっかり、さっきの臀部の痛み、膝の痛みみたいなところで言うと、ちょっとヘルニアっぽいのかなっていうところで、非常に怖いんですけどもっていうところで、どうしようかなっていう。足ですね。どうしようかな。まあちょっとね、整体か接骨院ね。接骨院もうすげえ混むんだよ。接骨院じゃねえや、整形外科か。すげえ混むんだよな。整形外科じゃないかもね。俺間違ってるかもしれない、さっきからね。外傷系のジジババがよくいる病院の方ね。うん、そっち行ってもいいし、やっぱちょっと一回整体行ってみっかなとも思ってます。はい、ちょっとどっちか行ってどうなるかっていうところで、ただちょっとほんと座ってられないっていうのはなかなか結構ね問題だと思うんで、近いうちね、ちょっとね、整体、初めての整体、初めてじゃねえか、整体っぽいの何回か言ってますけど、ちょっとね、整体行ってみて、どのような効果があったかを皆さんにね報告したいなと思います。はい、まあ、とりあえず行ってきます。はい、ちょっとね、マジすぐ座ってらんなくなるっていうね。うん、あ、でちなみに今こうやって座って喋ってるけど、座ってられない、でも家椅子の種類によっても違うんだよね。車で起こったことあんまないかもしれない。うん、なんかその辺もあるんでね、ちょっとまあ、とりあえず一旦整体は行こうと思ってますんで、はい、ちょっと続報をお待ちいただければと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、今度も喜べますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。